私お休みをもらえることになったの。いいね、どこか行く？満天の星空が見たいかな。星空か、夜のピクニック、いいね。クリーブランド城跡がいいかな。祭壇を探した時みたいに蛇用を一掃すればリュリーティスも来れるよね。無理しないでね。大丈夫、任せといて。夜のピクニックまでに新しいカップケーキ開発するから楽しみにしててね。ありがとう。アーネス様、私のブローチを知らないかしら。真珠のブローチなの。いや、知らないの。教授、知らない？金目なものなら泥棒でしょ。罪人の見る目でこっち見んなよ。普通の宝石なんざ俺にとっては石ころ同然、興味ねえよ。いいの、私の勘違いかもしれないからもう一度よく探してみるわ。私の方でも注意して見てみましょう。私も探してみるよ。ありがとう。ブローチはホテルの中にあると思うの。見かけたら教えてね。天体観測ですか。いいですな、仲良し小良しは。イチャイチャしに行けばようござんしょ。先生、連れてってほしいならそう言えばいいじゃん。え、いいんですか。やだ。チッ、これも偽物か。その宝石偽物なんだ。わかんないもんだね。ジョーちゃん、ちょっと付き合わねえか。一杯おごるぜ。お？で、話って。実は
ある宝石コレクションを売ってる。バラでも目ん玉が飛び出るほどの値がつくが、できりゃ全部揃えたい。コレクションってのはそそられるね。泥棒の腕が鳴る。じゃなかった、商人のロマンってやつだ。今思いっきり泥棒って言ってたよ。女ってのは多少鈍感な方がモテるんだぞ。男のミスは積極的に見逃しな。俺で試していいぜ、遠慮するな。鈍感でエージェントが務まりゃ世話ないよ。それで報酬は？王室御用達、高級チョコレートの新作でどうだ。汎用ってのは大変なんだろ、いろいろとさ。飼いならされる気はないね。他を当たって。気が強え女はこれだからな。分かったよ、全部話すよ。コレクションを全て集めれば国家を変えるほどの財産になるそうだ。それだけ？それだけとか言うなよ。この情報を買うのにいくら使ったと思ってる。請求書が来る前に何らか成果を上げたいんだ。もしかして騙されたんじゃ。ジョーちゃん、こんな時こそ鈍感力だろ。それと乗りかかった船は乗れ。ほれ、つべこべ言わず持ってけ泥棒。押しつけたな。悪いか。それにどの道ジョージャンは宝石を探すことになるぜ。だから私はあんたなんかに飼いならされる気は。ジョーちゃんを動かすのは俺じゃない、この情報さ。情報ってのは消えない魔物でね、知っちまったらもっと知りたくなる。調べずにはいられなくなる。その手には乗らない。そう思うなら放っておけばいい。どの道運命は手を緩めはしないさ。さあ、俺様の何が欲しい？素直に。商人どこかに派遣するんだな。
これでいいんだな。これでいいんだ。取引成立だ。じゃあな、嬢ちゃん、俺様に会いたくなったらいつでも来な。お嬢様、いかがです島での暮らしは。夜が深くて長いね。邪妖との戦闘も一戦一戦が重い。さすが夜の君のとどまる場所だ。お嬢様のお力になれるかもしれません。こちらへ。アーナス様に一曲お捧げしましょう。そんな捧げるなんていいよ。私は音楽鑑賞なんて柄じゃないし、そのなんだか恥ずかしいもの。そうおっしゃらず、お付き合いください。アーナス様のイメージで弾いてみました。いかがでしょう。あの、私、曲を作ってもらうなんて初めてで、どう言ったらいいのか。話せるものは話し、描けるものは描き、歌えるものは歌う。表現は人間にとって魂の呼吸のようなものです。音楽を奏でるのも特別なことではありません。ごく自然なことですよ。お嬢様も自然なお気持ちでお話しください。そうか、音楽のことはよくわからないけど、ありがとう支配人、元気が出たよ。どういたしまして。
ありがとう。浄化開始。天体観測なんてね、世界最後のバケーションってやつですかね。最後などとおっしゃらないでください。教皇庁の働きで
夜の力を少し押し戻すことができたのですから。でも青き祭壇は外れだった。そろそろここでの商売も潮時かな。私は残りますよ。世界の終わりと夜の始まりを見届けなければなりませんからね。支配人、あなたはどうするんですか？あなたが傍観者、私は観察者。ロイドは日明かしの客ってところですか。主役はあの二人さ。神様はなんであんなか弱き少女の肩に世界の命運なんか乗せちまったんだろうな。なんででしょうね。さあ、ピクニックまでに新作カップケーキ作らなくっちゃ。皆さん、ご試食お願いしますね。ジアルピエリア、あいつめ、一体何を送りつけてきたんだ。まずはそれらしいものを探さないと。
チアルフィエリア。食事の時間だ。何してるの？観察に決まってるでしょ。想念型邪妖ですよ。人の抱く憎しみや悲しみ、嫉妬や猜疑心、そういった負の感情だけが実体化して邪妖として目覚めたものですね。それ、元の人間どうなってるんだ？着物が落ちた感じじゃないですか。悪いもんみんな出ちゃって超毒抜きな感じ。なるほどね。そういうのやったら根こそぎ存在が消えそうなやついるよね。ロイドとか。欲望の塊みたいな方ですからな、ロイドさんは。私はこういうのやっても何も変わらない自信がありますよ。製品の研究者ですから。いやいやいや、助手になれとか言わなくなるでしょう。
いやー、研究一筋の私に限ってそんなことは。いつの間に私は汚れてしまったのか。はいはい。指令書だ。何何？お買い上げありがとうございます。ジュースにするのにぴったりなフレッシュトマトです。 PS、 ここなら人目を気にすることもない。好きなだけ絞って好きなだけ飲む。シスターの吸血欲求を案ずる妹思いのブラザーより。欲求を案ずるって。トマトジュースで吸血欲求が満たされるもんか、このバカブラザーが。
時間だ。